分光速色系分光速色法とは、物理学における電磁スペクトルの定量的、研究手法である。分光法よりも適用範囲が狭く、可視光線、近視外線、近赤外線を扱う。また、時間分解分光技法も含まれない。分光速色法では、分光速色系、または分光速色器を使う。分光速色系は、高度系の一種で、 色ごとの強さを測定する。分光測色系には様々な種類のものが存在する。分類上重要な際としては扱える波長の範囲、使用している測定技法の違い、光をスペクトルに分解する技法の違い、測定対象の種類などがある。また、スペクトルの帯域幅と線形な範囲も重要な特性である。分光測色系の典型的な利用として、 急行の測定があるが、散乱反射率や鏡面反射率も測定できるよう設計されている。分光測色系の利用は物理学に限定されない。科学、生物科学、分子生物学などの分野でもよく使われている。分光測色系はシングルビーム方式とダブルビーム方式に対別される。ダブルビーム式の分光測色系は2つの航路上の 高度の比率を測定し、シングルビーム式の分光測色系は絶対高度を測定する。比率測定の方が容易で安定しているが、シングルビーム式の機器にもダイナミックレンジが広くより小型化できるという利点がある。昔から分光測色系はスペクトル分析にモノクロメーターを使っているが、光センサー例を使っているものもある。 特に赤外線分光速色系には、フーリエ変換赤外分光という技法を使って、スペクトル情報を素早く得るものもある。分光速色系は資料を透過した光の割合を定量的に測定する。分光速色系では、光源の光をモノクロメーターで特定の波長の光にする。この光を資料に当て、透過した光を測定する。透過した光の強さを ホトダイオードなどの光検出器で測定し、その波長の透過率が計算される。分光測色計を使う際には、以下のようなことが起きている。光源の光が資料を透過する。資料は光を吸収する。検出器が資料によって吸収された光の量を検出する。検出器がその光の量を数値化する。数値は直接図示される場合もあるし、 コンピュータに送られて、さらに操作される場合もある。多くの分光測色系は、ジロイングと呼ばれる構成を必要とする。急高度の基準となるもので、基準値を設定することで、他の資料の値はその基準となる値との相対値になる。最も一般的な分光測色系は、紫外線と可視光線を対象とし、近赤外線も同時に扱える機器もある。 400ナノメートルから700ナノメートルの可視光線を扱う分光速色系は特に非色定量に使われる。インク製造業者、印刷業者、織物製造業者などが非色定量によるデータを必要とする。一般に可視光のスペクトル範囲を20ナメートルごとに測定してスペクトル反射率曲線を作成する。この曲線を使って 新たな着色剤が要求された色彩になっているかを調べる。一般的な可視三つ持ち分光測色系は資料に蛍光性があるかどうかを検出できない。印刷用インクの一つ以上が蛍光性の場合、印刷物の色を管理できなくなる。蛍光性のある着色量についてはバイスペクトラル蛍光分光測色系を用いる。可視光の分光測色系には D8 と45。 例がある。科学者は、資料内の化合物の量を測定するのにこの機械を利用する。化合物が多く含まれていると、光が多く吸収される。小さい範囲では、ランベルトベールの法則が成り立ち、資料の濃度と光の吸収との間に線形な関係が成り立つ。資料は一般にキュベットに入れられる。測定したい範囲によって、ガラス性、合成樹脂性、 赤衛星のキュベットを使い分ける。赤外線を主に扱う分光速色系は、技術的に他とはかなり異なるものが要求される。その要因の一つとして、赤外線用光センサが他の波長とは異なるということもあるが、熱を持っている、あらゆる物体が特に5マイクロメートルを超える波長の赤外線を放射しているという問題もある。また、可視光を透過するガラスや、 プラスチックなどが赤外線を吸収する性質がある。ため、構造を共通化できないという事情もある。理想的な光学材料としては、塩があり、これはあまり赤外線を吸収しない。赤外線分光速色の飼料は、収華カリウムの2つの円盤で挟むか、収華カリウムと共にすりつぶして、ペレットを形成する。水溶液を飼料とする場合は、不要性の塩化銀でセルを形成する。 分光放射系は分光促色系と同様に可視光を扱い、資料のスペクトル密度を測定する。光源の光が資料に反射したり、資料を透過する。その反射光や透過光を検出し、どれだけの光が反射、または透過したかを測定し、それを数値化する。ありがとうございます。